女婦人は中国語漢末期から三国時代にかけての人物。幼州クレ軍普春県の出身。孫県の二番目の性質。通称を女妃という。祖父は女と。祖母は孫県の妹。父は女。兄は女勇。弟は女祖。クレ軍の豪族出身。父の女は孫県の重兄である初期から孫県に仕える武将。はじめ、 陸直に嫁いだ。夫の死後、孫健が呉県に住んでいた時代に女子を人として迎えた。この結婚前後には父は皇祖と戦った時に戦死したという。孫健は長男の孫党を女夫人の子として養育させた。しかし嫉妬深いという理由から、県案17年に都の敬口をマグサ領へ移すことになった際、女夫人は敗されて暮軍に止められた。 が、二人の兄弟はその後は順調に出世し、それぞれ爵位を継いで将軍となった。十年余りが経過し、孫権が五王の地に定位についた時、呉の親家たちは女夫人を皇后に立てるよう進言したが、孫権は夫夫人を皇后にしたいという気持ちがあったため、結局認めなかった。また孫党は母用の恩がある女夫人を敬望した。夫人が敗されてからは、 夫婦人が最も寵愛され、その夫婦人から賜り物があると孫敦はあえて辞退はしなかったが、排除するだけだった。しかし、女婦人から衣服の贈り物があった時は必ず沐浴してから、これを身につけたという。皇太子に立てられることになった孫敦はまず先に、女婦人を記載に立ててほしいと孫憲に述べた。後に、病のため死去をした。ありがとうございます。